クルト朝は13世紀から14世紀にかけてイラン東部のホラーサーン地方を支配した多軸人のスンナハイスラム教徒の王朝。首都はホラーサーン地方の都市ヘラート。カルトアサとも表記されるがいずれの表記が正確なのかは定説がなく王朝の名前の由来となったクルトの意味も明確になっていない。クルト朝の王家はもともとは ゴールアサのスルターン・ギアス・ティー・ムハンマドの風神であり、ゴールアサの王室とつながりを持っていた。13世紀半ばに、クルト町は、モンゴル帝国に侵入を誓う。モンゴル帝国の王族、フレグが建国した、イルハン国が成立した後は、その侵入国としてアフガニスタンに相当する地域を支配し、クルト家は、フレグ一門と婚姻関係を結んだ。 1335年にイルハン国が無政府状態に陥った後、クルト町の君主ムイズ・ティーム・フセインは王朝の勢力の拡大に努めた。クルト町の統治下でモンゴル帝国の破壊によって荒廃したホラーサン地方が復興されるとともに、同地のイラン文化が維持されたが、1381年にティムール町の攻撃によって王朝は滅亡した。クルト町の王道は、 ゴール朝の貴族、シャンサバーニー家に連なる。クルト家をセルジューク朝のスルターン・マリクシャーの末裔とする説も存在する。王朝の祖であるタージュッティーン・オスマーン・マルガーニーは、ギアースティーン・ムハンマドの最小イズッティーン、オマルマルガーニーの弟にあたる。タージュッティーンは、兄からヘラートの東に位置するハイサル城を領地として与えられた。タージュッティーンの死後、 彼の子であるルクンティーンアブーバクルが後を継いだ。ルクンティーンは、モンゴル帝国がゴール地方に侵入した際にいち早く、チンギスカンに侵入を誓った。ルクンティーンは、ギアースティーン・ムハンマドの王女と結婚し、1245年に二人の子であるシャムスティーン・ムハンマドが、父の後を継ぐ。シャムスティーンは、マリクの称号を名乗った。1246年に、 シャムスティーンは、モンゴル帝国の将軍シャリノヤンが指揮する、インド遠征に参加し、1247年、48年に、ムルターンで、スーフィーの聖者バハーウッティーンザカリーヤーと対面した。1248年のモンゴル帝国第三代、皇帝ユクの死後、シャムスティーンは、トゥルイの長子、モンケの即位を支持し、オゴデイケを支持する党派と戦った。 1251年に、シャムスティーンは、モンケカーンの即位式に出席し、ヘラートとアフガニスタンに相当する範囲の地域の支配を認められる。1253年頃、シャムスティーンは、認知のヘラートに入場した。モンケの弟、フレグが生成を実施したとき、1255年に、シャムスティーンは、サマルカンドのフレグに越見し、遠征の協力を約束した。 1256年から1257年にかけて、イラクに向かったフレグの本体とは別に、シャムスティーンはアフガニスタンからインダス川沿岸部にかけての地域で軍事活動を展開する。クルト町の遠征は、同時期にサリノヤンが行ったインド侵入に高応したものと考えられており、フレグの本体が攻撃の対象としていたアラムートのニザール派の暗殺教団、 アッパース朝とインドの連絡を立つことができた。1263年から1264年にかけて、シャムスティーンはスイースターンを征服し、西アジアでイルハン朝を創始したフレグのもとに出頭する。1266年にクルト朝の軍隊は、フレグの後を継いだアバカハンの軍事遠征に従軍し、コーカサス地方のデルベントとバクルで、ジョチウルスのベルケハンと交戦した。 1270年にイルハン国に侵軍するチャガタイウルスのバラクの使者がヘラートを訪れた時、シャムスティーンはバラクへの協力を約束し、アバカとバラクのどちらが勝利するかを生還した。シャムスティーンがバラクに物資を供給したことを知った。アバカは激怒し、ヘラートの略奪を命令したが、周囲の人間の斜めによって略奪を中止する。 アバカはバラクに協力したシャムスッティーンの態度に疑いを抱き、またシャムスッティーンの性敵から残限を受けたため、彼をタブリーズの宮廷に召喚した。1278年にアバカの命令によって、シャムスッティーンは毒殺され、シャムスッティーンの子、ルクヌッティーンが新たなクルト町の君主に据えられる。1283年に、シャムスッティーン二世はハイサル城祭に移り、 このギアースティーンにヘラートの統治を委任した。また、シャムスティーン2世は、長子のファフルティーンの行状が悪い点を考慮し、彼を城塞内の牢獄に監禁した。シャムスティーン2世は、イルハン国内の政敵の残言から身を守るために、ハイサル城塞に閉じこもり、やがて、ギアースティーンもハイサル城塞に逃げ込んだ。統治者を失って不安に襲われた。 ヘラートの住民は他の地に移住し、さらにニクダリアーン部族が人口の減少したヘラートで略奪と住民の拉致を行ったため、ヘラートは無人に近い状態になった。1291年にイルハン国の王子ガザンは将軍ナウルーズをヘラートに派遣し、ナウルーズは荒廃したヘラートの復興を推進した。シャムスティーン2世は、 ナウルーズからヘラートへの帰還を求められたが、シャムスティーン2世は政務への復帰を拒んだ。結局、ナウルーズは脱獄したファフルティーンを新たなヘラートの君主として迎え入れ、退位したシャムスティーン2世はハイサル城塞でイントン生活を送った。ガザンの宮廷を訪問したファフルティーンは破格の大を受け、金品、礼服、千人のモンゴル兵を貸しされる。 1296年頃にナウルーズが藩に即位したガザンに対して反乱を起こした時、ファフルッティーンは反乱に失敗したナウルーズをかくまった。しかし、ガザンの軍がヘラートに接近すると、ファフルッティーンはナウルーズをガザンの元に引き渡した。ナウルーズの処刑後、ファフルッティーンは改めてガザンから国の領有を認められ、イルハン国のオルドへの出資を免除される。 やがてファフルッティーンは、イルハン国からの独立を図り、ヘラートの防備を固め、高能度物資の挑発を拒否した。ファフルッティーンは、イルハン国から敵対視されたために領内に逃げ込んで、来たニクーダリーーンに保護を与え、近接する地域に彼らを派遣し、破壊を行わせた。ニクーダリーーンの被害を受けた地域の人間はガザンに保護を求め、彼らの訴えを聞き入れたガザンは、 弟のハルバンダにファフルティーンの討伐を命じた。1299年にヘラートは、ハルバンダの攻撃を受け、両軍に数千人の死者を出した、戦闘の末、ファフルティーンが金を支払うことを条件には役が成立した。1304年に、オルジェイトがイルハン国の藩に即位した後、ファフルティーンは、オルジェイトからの報復を恐れ、祝賀のために、 イルハン国の宮廷を訪問しようとしなかった。1306年に、オルジェイトは、将軍、ダーニシマンドが率いる、ー伐隊をヘラートに派遣し、ヘラートは一時的に、ダーニシマンドに占領され、ファフルッティーンは、ヘラート近郊のアマーン空城祭に避難した。ファフルッティーンがヘラートに残したクルト町の将軍、ムハンマド・サームが、城内でダーニシマンドを殺害し、ヘラートは解放される。 ダーニシマンドの殺害後、ヘラートは、彼の子、ブジャイ、タガイラの包囲を受け、包囲中に、アマーンクーのファフルティーンが没する。包囲を受けたヘラートは、食料が欠乏して飢餓に陥り、ムハンマド・サームは、ブジャイに降伏を申し出た。会場後に、ムハンマド・サームは処刑され、オルジェイトは、人質として預かっていたファフルティーンの弟、ギアス・ティーンを新たな、 ヘラートの領主に任命した。ブジャイをはじめとする一部のイルハン国の帝臣は、ギアース・ティーンを敵対視し,し、オルジェイトに残言を行った。1311年に、ギアース・ティーンは、オルジェイトの元に召喚され、3年にわたって交流された末、所領の領有権を認められ、多量の財宝を貸しされた。1315年に、ギアース・ティーンは、ヘラートに帰国する。 ギアスッティーンの時代にヘラートは、チャガ大家の王子ヤサウルから攻撃を受け、またイスフィザールの領宿トゥブーティーンや、スイースターンの住民と対立する。1318年に、ヤサウルが、イルハン国に侵入した際、クルト町の領土は、ヤサウルの略奪を受け、翌1319年にヘラートは、ヤサウルの包囲を受けた。ギアスティーンは、イルハン国の将軍、 クセインの援軍と共に、ヤサウルの包囲を解き、戦後アブーサイド藩から、新たな領地と領民を与えられた。1320年8月に、ギアースティーンは、メッカ巡礼に向かい、このシャムスティーン三世に、ヘラートの統治を委任した。1327年に、イルハン国の有力者チョバンが、ギアースティーンに助けを求め、ヘラートに亡命する。ギアースティーンは、著番と、 急行があったが、アブーサイードの命令に従って、バンを殺害した。ギアスティーンの死後、彼の子たちが後を継ぐが、シャムスティーン3世とハーフィズはどちらも短期間で没する。友人であるチョバンを殺害したギアスティーンの配信行為のため、子供たちの知性が長く続かなかったのは、チョバンの呪いと噂された。ハーフィズが暗殺された後に、 カーフィズの弟であるムイズッティーン・フセインが即位し、ムイズッティーン・フセインは兄を暗殺した貴族たちを討伐する。1335年にアブーサイードが没した後に、イルハン国は急速に崩壊し、ムイズッティーン・フセインは、範囲の請求者の一人である、ジョチカサルケのトガテムルと同盟し、彼に功能した。そして、ホラーサン地方の小勢力の漁師たちの多くは、 クルト朝の保護下に入った。イルハン国の崩壊後、ムイズ・ティーン・フセインは、サブゼバールを中心とする隣国のサルバダール政権と争った。トガテムルと対立していたサルバダール政権は、彼の同盟者であるクルト朝も敵とみなし、クルト朝の領土はサルバダール政権の侵入にさらされる。1342年7月18日のザーバの戦いで、 クルト軍とサルバダール軍が衝突したとき、当初はサルバダール軍が優勢だったが、サルバダール軍内部の不和のために、クルト軍が勝利を収める。戦勝を収めたムイズッティーン・フセインは、フトバの分に自分の名を刻み、独自の貨幣を鋳造し、王号を称して、独立を宣言した。ムイズッティーン・フセインは、西、チャガタイ半国の影響下にあったマーワラー・アンナフルに侵入し、西、 チャガタイ半国の有力者カザガンは、クルトアサへの報復を計画した。1351年に、カザガンは、バヤンクリハンを報じて、ヘラートに遠征を行い、クルト町の西、チャガタイ半国への侵入と効能を条件に講和が成立した。1362年に、サルバダール政権は、クルト町の攻撃を企てるが、サルバダール内部の不和のために遠征は行われなかった。 性敵を殺害したアリー・ムアイアドがサルバダール政権の指導者となった後、クルト長はアリー・ムアイアドの元から亡命したシーア派のダルビー主たちを受け入れた。クルト長はマーワラ・アンナフルに新たに成立したティムール朝の領土に侵入するが、そのためにティムールとの緊張が高まった。1370年にムイズッティン・フセインは没し彼の子である。 ギアスッティーン・ピール・アリーが、ロードの大部分を継承し、サラフスとホラー山南部のクーヒスタンの一部は、ギアスッティーンの義兄弟であるマリック・ムハンマド・イブン、ムイズッティーンが継承した。ギアスッティーン・ピール・アリーはティムールへの侵入を、表明したが、1380年に、ティムールからクリル隊への参加を求められたとき、クリル隊に出席しなかった。1381年にティムールは、 ヘラート遠征を実施し、戦闘に参加しなかったヘラート市民に財産の保障を約束した。短い交戦の後にギアースティーン・ピールアリーはティムールに降伏し、ギアースティーン・ピールアリーはサマルカンドに移された。ティムールの支配下に置かれたヘラートの市民には重税が課され、有名な住民たちはティムールの故郷であるケシュに移住させられる。 約束を保護にされた住民の反発を危ぶんだ、ティムールは、ヘラートの城壁と塔を破壊し、1383年に、ティムールの予測通りヘラートの住民は放棄した。また、ギアース・ティーン・ピール・アリーは、このピール・ムハンマドと共に、サマルカンドに移送された。反乱は、ティムールのオージミー・ラーン・シャーによって鎮圧され、同年にギアース・ティーン・ピール・アリーと彼の家族は、 判乱の計画に関与した疑いをかけられて処刑された。1389年にギア・ース・ティーン・ピール・アリーの子と孫はサマル・カンドで処刑され、生き残ったクルト家の王族は1396年にミーラー・ンシャーによって遠跡の場で殺害された。クルト家の本拠地であるハイサル城の西にあるヘラートは1221年にモンゴル帝国の攻撃を受けて徹底的に、 破壊されたが、第2代皇帝、オホデーの地位性から都市の再建が進められていた。ヘラートは、モンゴルの西方遠征におけるインド遠征の軍事、政治的拠点として重要な役割を持ち、父の時代からモンゴル帝国に協力していたシャムスティーンにヘラートと、その周辺の地域の統治が委ねられた。シャムスティーンは、ヘラートの復興を望み、 初めてヘラートに入場した時に市民の前で復興の推進を演説した。しかし、犯行の疑いを避けるために復興事業はヘラート郊外で行われており、市民たちは市内での建築事業は時期尚早であると押しとどめた。1264年65年にアバカの命令を受け、ヘラート市の南に織物工場と市場が建てられた。 1267年、68年に、シャムス・ティーンは、キプチャクハン国との戦争から帰国した後、ヘラート市内に、モスク、橋梁、駅舎、貯水池を建設する。シャムス・ティーンの後を継いだファフルティーンは、文芸と宗教を手厚く保護した。ありがとうございます。